リンゴの木は、イギリスのノーベル文学賞受賞者、ジョン・ゴールズ・ワー・ジーによる小説である。銀婚式の日に、アシャースト夫妻は、26年前の思い出の地を、訪れる。そこで初老となったフランク・アシャーストに、その頃の記憶が蘇る。5月1日、大学を卒業したフランクとその友人、ロバート・ガートンは、徒歩旅行の途中に、奈良公務夫人の家に泊まる。 そこで出会った奈良公務夫人の命であるミーガン・デイビットは、身なりこそみすぼらしいが、百人に一人といないと言われるほどの美人であった。そのようなミーガンにフランクは一目惚れする。翌日、フットボールで怪我をしていたフランクの膝が悪化し、ガートンはフランクを残して、ロンドンへと立つ。しばらくの間この家に泊まることになったフランクは、ミーガンへの恋をますます募らせる。そして、 ミーガンもフランクを愛し始めるが、周囲の人たちはこのことを心よく思っていない。そこでフランクは二人で駆け落ちする計画を提案し、そのための準備のために一人でトーキーへ行く。トーキーへ来たフランクは友人、フィル・ハリデーと出会う。彼の家に招かれたフランクは、そこでその妹たち、サビナ、フリーダ、ステラを紹介される。そのようなことをしているうちに、 フランクは、ミーガンのもとへその日は、帰れなくなり、奈良公務婦人宛に断りの電報を打つ。その夜、フランクはステラに惹かれていることに気づき、ミーガンとのことで悩み始める。次の日も、ハリデーのもとで過ごし、その次の日、フィルたちとピクニックへ行く、途中の四輪馬車の中で、フランクはミーガンが歩いているところを認める。驚いたフランクは馬車を降り、彼女を追いかけようとするがやめる。 フランクはハリデー一家に会ってからミーガンと結婚できないことがだんだんはっきりと分かってきていたのであった。それから三日後、フランクはハリデー一家と一緒にロンドンへ戻る。奈良公務夫人の農場へはついに手紙も出さなかった。そして翌年の四月末にフランクはステラと結婚する。このような思い出にふけっていたフランクの胸に今一度この近くにある。 奈良公務夫人の農場を見たいという気持ちが起こり、農場へと向かう。そこは26年前と、ほとんど変わっていなかった。そこでフランクは、26年前知り合いだった農夫の、ジムから、あの後のミーガンについて話を聞く。彼女はフランクが去った後、悲しみにくれついに自殺してしまったという、サマーストーリーという題で映画化もされた。ありがとうございます。